それで2、30万ポッて稼げて、副業とか言ってるやついるじゃないですか。本業レベルで稼げる可能性もあります。はい、どうもカズです。このチャンネルは脱職人経営をテーマに美容室経営のヒントを動画で配信しています。よかったら最後までご視聴ください。では今日も山田くんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はどんな感じでいきましょう。今回なんですけども、はい、稼げる副業って何をテーマにお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、なんでそう思ったかというと、僕も美容師を現場でやってまして、はい、将来不安な方とか多分多いと思うんですよ。こう何歳まで美容師できるのかとか、目見えなくなったらこう刈り上げできないんじゃないかとか、はい、そういう不安抱えてるってもちろん僕もそうなので、はい、今のうちに簡単な副業だったりとか、うん、僕ら美容業界の人に対して向いてる副業とかあれば伺いたいなと思いまして、はい、今日はこれをテーマにしました。結構聞きますよね、副業のキーワードって流行ってるとか、みんな気になるじゃないですか。気になります、はい、で美容師さんもそうだし、はい、独立してる経営者さんも副業ってキーワードを気にすると思うんですよ。僕自身も美容師時代給料少ないから副業こう手出したりとかいろいろしてたんだけど、はい、先に前提として言いたいのが、はい、ほとんどの場合は本業にもっと力を入れた方が稼げるよっていう話ですね。まあまあまあ前提としてね、はい、前提として副業副業言うけど、基本はねもう本業もうちょっと頑張った方が早いです、はい、僕も一人で経営やってた時、ヤフオクとか仕入れたもの、はい、安く仕入れて、安く仕入れて売るとか、高く売ると、あとヤフオク代行しますって言って仲介みたいな、そうそう、はいはい、お客さんの不要品を預かって僕売りますよ、代わりに何パーセントちょうだいとやってたんですよ。1回稼ごうと思って。あ、そうなんですか。はい、だけどやっぱ面倒くさいし、はい、そんなことやってんだったらもっと美容師として頑張った方が良かったですよ、ね、そういう経験を踏まえて、そうそうそう、ね、踏まえて、うん、だって山木君も 2,30 万稼ごうと思ったら、はい、ちょっと美容師の現場の仕事頑張ったらすぐ行かないですか。そうですね、もうちょっと限界突破すればはいける気はしますけど、はい、いける、はい、まあまあ今結構ねマックスに近い状態だと思うけど、そ う,、ね、はいはい、そうじゃないのに副業とか言ってるやついるじゃないですか。楽して稼げるんじゃないかみたいな人たちですよね。山木君はね美容師としてもう月給100万稼いだりしてるから、そ う, そうですね、まあまあもうアッパーかなと思うんですよ、はいはい、だから次のねジャンル探すっていうのはまだありだと思うんですけど、はいはいはい、そうじゃないレベルで副業副業言ってるやつ、これがちょっと、はいはい、いや本業頑張れよっていう話、はいはいはい、僕らで言うと美容師として売れてないのに、はいはい、それを言い訳に、はい、いや俺美容師じゃなくて副業やりたいからさみたいな、あ、そうそう、タイプのやつってことですね。100万ぐらい稼げようと実際いますからね、100万稼ぐ人は。そうだし、はい、独立して一人で美容室やってて、そのケースでも副業を始める、アフィリエイトでとか、はいはい、うまくいけばいいんでしょうけど、うまくいけばいいんですけど、はい、人増やして店増やした方が早く稼げる。確かにそうか、ぶっちゃけ確かに確かにその道のプロだからね、うん、そういうことですね。なるほど、本業を逃したの、はい、っていう前提があるんだけど、でもまあ副業をやるとしたらですね、うん、何がいいかといったら自分のこれまでの知識とか経験を売る、この一択ですよね。要は僕ヤフオクとかでね手間かけて代行料もらって、まあ、今で言うあの転売ヤーみたいな感じですね。そうそう、たかが知れてるわけですよ、はい、うんうん、じゃなくて、うん、僕やったのは一人で経営してた時ですね、うん、美容室の開業をこういうふうにやりましたよっていうレポートを書いたんですよ。こうやってお金借りて、こうやって融資申し込んで、こういう集客の方法を取り組みました、うん、そしたらうまくいきました、はい、みたいな開業レポート PDF10 枚ぐらいですかね。結構書きましたね、10枚。まあまあ、はい、作文みたいな感じで書いてはい、はい、それをヤフオクで売ったんです。すごいっすね、はい、ちなみにそれいくらぐらいで。それね1万ぐらいで売ったんですよ確か。でも無限に売れるじゃないですか、コピーすればいいわけですね。あ、そうそうそう、はい、PDF とかデータ送るだけだから、うんうん、無限に作れるじゃないですか、うん、それがね一月でもう20件30件売れたんですよ。マジっすか。そう、それで30万ぐらいって、そうそう、ね、そ稼げたんですよ。作文書いただけだからね、あと送るだけ、送るだけノーリスクで手間もないし、これまでの知識をお金にしただけなんで、うんうん、新たになんか学んだわけでもないわけです。今までの経験をただレポートにまとめて、そう、それで2、30万ポッて稼げて、僕そのお金で友達とグラムに遊びに行ってどっちになったかで、なるほど、僕自身もね今はね、うん、脱職人して1億目指そうみたいなテーマでコンサル業してますけど、うんうん、それもこれまでの知識経験をまとめてそれをお伝えして、うん、あと相談を受けたりすることでお金いただいてるじゃないですか、はいはいはい、確かに確かに。それって新しいことを学ぶわけではなくて、これまでの培ったものをお金にしてるだけだし、うん、はいはい、人も雇わず店舗も持ってないので、うん、リスクもない、失敗もないんですよ。失敗って何だろうって思いましたよ。もしね副業しようということで、はい、もし飲食店やったら、はいはい、人も抱えなくちゃいけないし、うん、開業資金もかかるし、はいはい、リスクです。そうですよ、ね、新しく飲食のね知識、うん、経験ないのでやるから、うん、
勉強も必要だし、確かにそれがないわけですね。だいぶ労力がかかりますよね。そう効率がいいから自分の知識経験を、例えばね、今ノートっていうプラットフォームがあるじゃないですか。ああいうのに、例えばね、山木くんだったら雇われながら100万稼ぐ業種としてのノウハウみたいなのをこう書いたりして、それをね1000円とかで売れば、もしかしたら100件ぐらい売れるかもしれない。まあ、かけなくはないなって思いましたね。あと、ね、実際にね、バックエンドね、高額サービスの売り方っていうのを教えに行って、まあ、お金もいただいてるじゃないですか。それも自分がこうやって売ってるって知識経験、それをお金にしてる形でしょ。それが一番まあ効率がいい形かなというふうに思いますね。副業っていうと代表的に考えてるのが僕あって、投資ですね。FX とか株とか、ビットコインだったりとか、そういうの川さんやってるんですか？俺はね、ちょろっとやってますけど、それはね、副業じゃないんですよ。そうなんですか？そう。資金運用みたいな感じですか？そうですね。資金の運用だから、稼ぐじゃなくて資産運用ですね。どっちかっていうと。別ですね、はい。あるお金をどう増やすかみたいな。別ジャンルで考えるといいかなと思います。貯蓄のちょっと上みたいな感じ。あ、そうそう。貯蓄の方ですね。副業は稼ぐだから、ちょっと違うと。っていう住み分けはした方がいいのかなと思います、ね、美容師さんで今年貸し美容師さんって結構多いじゃないですか、はい、それなんか空いてる時間何やってるっていうと、なんか FX めっちゃやってるみたいな話を結構聞くんですね。だから、FX ってそんなに儲かるのかなと内緒に思ってたんで、儲けようとしてやるわけじゃないですね、はい、資産の運用で、あるお金をちょっとね増えればいいなぐらいでやるのをお勧めしますけどね。あ、なるほどね。ここで言う副業は、まあ、そうじゃなくて収入源を新たに作るっていう、もうちょっと攻める感じかな、プラスアルファですね。はい。不動産投資とかもね、お金増やす方法ではありますけど、はい、副業というよりは、僕の感覚では資産運用ですかね、の方に振り分けてます。じゃあ今流行ってるイデコとか。イデコとかニーサも資産運用のジャンルですね。なるほどね。そっちじゃなくて、もし稼ぐとしたら、自分の知識経験をお金にしていくと、一番いいんじゃないかなっていうところですね。で、強いてそういうのも自信ないと。いう場合に関しては、本業に関連した仕事だったら新たにこう学んで収入源にしていくっていうのはありだと思います。美容師だったら美容師に関すること、うん、そう、美容師だったら例えばインスタ集客がめっちゃ得意な美容師さん、はいはい、いっぱいいると思うんですよね。特にフリーランスの方とかは自分で集客するからインスタ頑張るじゃないですか、確かに確かに。でそのノウハウってやっぱり欲しい人はいるじゃないですか、その人向けのオンラインサロンとかね、作って稼ぐ人実際にいますし、そういうのを教える個別サポートで月10万とかね取っていけば、10人契約すれば100万ですかね、月本業レベルで稼げる可能性もあります。その場合はね、インスタのマーケティングとかをしっかりまた勉強しないといけないとは思いますけど。ああ、なるほど。結果持ってないとっていうところはあるってことですね。結果もちろん欲しいんで、実績も欲しいんで、ただ本業とリンクしてるから、それをやることで本業も伸びるでしょ、そういうものだったら学んでまあまあやっていけばいいんじゃないかな。で飲食店はだって別じゃないですか。いや、恐怖しかないっす、ね、そうです。飲食店っていうそういう被らないジャンルじゃなくて、本業にもね、影響があるものだったら新たにこう学んでやっていくっていうのはありですよね。今で言ったらまさに動画ですよね。今やってますしね。今やってる動画なんかは編集とかどうやって露出していくか、再生回すか、チャンネル登録増やすかっていうのをサポートする副業なんかもすごいいいと思いますね。めっちゃ盛り上がってますよ今そのジャンルは。 YouTube 始めようって言ってカズさんに引っ張られてお付き合いさせていただいてますけど、はい、最初何も知らず、はい、いろいろこうねライト買ったりとか、あれも知らないですからね最初やる方は。そうですね、何も知らないですよ、はい、僕もライトなしで始めて。そうですよね、今ライト買って、はい、いろいろ模索しながらやってますけど、はい、それをちゃんと管理する人いれば伸びの早いでしょ、まあ、確かに最初からこれでねいけますからね。そうそう、はい、それなんかは山木くんなんかねやれると思いますよ。できなくはなさそうですけど ね、僕の方はあれですね、サボリマ社長を探すところを探さないといけないんで。ああ、まあそうですね、そういうネタ探ししないといけない、はい、でもサボリマ社長やりましょうって言ったの山木くん。確かにそうですね。そういうの大事です。そっかそっか、じゃあ母さん、サボリマ社長っていう名前つけたんでいつかいくらかいただいて。ああ、まあ、儲かった。副業始めまりましたね。まあまあ、はいはい、実際ね、山木くんの掛け合いがいいって評判なんですよ。それは嬉しいですね。僕がね、はいはい、勉強会とか行くと、YouTube 見てますよと言われるんですね。はあはあ、山木くんがいいですね。カズさん、そっちのわけじゃないですか。そうそう、俺は褒めらんないですよ。カズさんはね、いつもお話ししてますしね。まあまあまあ、山木くん、声がいいとか。あ、本当ですか。引き出し方がいいとか。僕言ってあの声いいって言われますけど、僕歌うまいですからね。あ、そうなの。はい、そうなんですよ。知らない。冗談っていう。冗談、冗談じゃないですけど。カラオケ行ったことないから分かんないです。そうですね。声いいから聞きやすいと思います。ありがとうございます。よかったです。だからそういうのも大事になってくるし、弱小 YouTuber ですけど、それからもし伸びたら、は
い、玉木くんは伸ばし方を知るわけじゃないですか。ずっと見てますからね、これの歴史を知るわけだから、はいはいはい、他の経営者さんのね、ブランディングのお手伝いとか、多分仕事取れますよ、ね、そっちの方向で頑張るしかないじゃないですか。いやいやいや、それでもっと稼いだらいいんじゃないですか。皆さんお願いしますよ、ぜひ僕にお仕事をいただけるのであれば、このチャンネルが伸びたら需要ある。そうですね、はい、まず伸ばしましょう。そうですね、まずはチャンネル登録してない方はしてくださいっていうことですね。あ、そうですね。そんな感じでまとめると、はい、前提としてはまず本業を頑張った方がいい。これはどのジャンルであれですね、経営者はもちろんだし、美容師さんもまず本業ですよね、うん、そこをもっと頑張ろうよっていう前提があります、はい、うん、その上で効率がいいのは、これまでの知識経験、これをお金にしていく、相談に乗りますと言って提供して対価をいただく、はい、これが一番いい、うん、もうちょっとずらすなら本業も伸びそうな関連してるジャンルで新たにこう学んで実績を積んで仕事にしていく、はい、こういったやり方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ今日はそんな感じで。そんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕の公式 LINE では美容室経営のヒントを動画講座で配信してますので、よかったら概要欄から LINE 登録をお願いします。それでは。